はい、それでは今日はおこぼれにネズミは乗るのエクストラワン、猫はハゲても猫であるというところでこちらの攻略やっていきたいと思います。メンバーはこのようになっておりまして、また、詳細の方にサブスキル等は記載しておきますというところで、まあまあ雑魚的処理がメインで、そこまで強敵はいなかったかなと思いますんで、まあ、そこら辺を上手にさばければクリアできるんじゃないかなと思います。まあ序盤はどんどんキャラ並べていく感じにはなりますんで、まあまあ軽く飛ばし気味でやっていきたいと思います。まあ、今回はやっぱり敵多いっすね、本当に。なんでまあ油断するとすぐにすり抜けられるんで、まあそう、ゴールラインですね、ここ長いので、まあ重心使って、まあゴールされる前に捌くっていうのも手ではないかなと思いますね。まあパンパンと並べていって、最後をテナさん置いて完了と。はい、これでまああとは見守るだけでクリアできるんじゃないかなと思いますね。いやいやいや、もう90万人もね登録者数が出るということで、結構人気あるんだなというか、すごい伸びてるなっていうふうに個人的には思っております。この調子ですぐに100万人、ね、登録者数いけるんじゃないかなと思いますので、そこでまたどういった、イベントというか、配布物であるとか、買うものですね、いろいろ出てくるんじゃないかなと思ってるので、そちらもまた期待しておりますね。どんどんお金が溶けていくというところで、まあそういったのもね、楽しんでいければなと思いますと。はい、そんな感じで、まあとりあえずエクストラワンはクリアというところになりました。はい、ということで、はい、ラタさんね、分からせたい、そんなネズミであります。はい、後編のストーリーも気になってはおりますが、まずはエクストラ2クリア目指して頑張っていきたいと思います。今後とも、動画ですね、チャンネルの方応援いただけるとありがたいです。そしてまたいつも高評価ボタンも押していただきましてありがとうございます。また今後もね頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまた、バイバーイ。